こんばんは、MO です。今日はですね、栃木県佐野市にある北村食堂さんへ行ってまいりました。おみわです。おみわさんです。よろしくお願いします。すいません、撮ってるところごめんなさい。本物だ。ありがとうございます。あなたと今。佐野市田沼町にある北村食堂さんに来ています。専用駐車場を取るのを忘れました。店内は小上がり席と手前にテーブル席、卓上はちょいフィーバーです。メニューです。毎日やっているセットメニューはお得、ここから選びます。もつ煮のテイクアウトもしています。麺は細麺か中太麺で選べます。単品もあるよ。もつ煮定食多数あり、ご飯物もあります。もつセット950円。ドーリン、私はこちらです。まるでモハメドアリとアントニオ猪木の対戦みたいです。佐野ラーメンに美味しそうだな。ミニのもつ煮上ご飯です。これは間違いなくウミアですね。スープはあっさりしつつ油感綺麗です。麺は見た目からわかるもっちり感、これこれ。いただきます。いただきます。あっさりしてます。なんでもないですけど、人に取られると結構恥ずかしいです。なんていう、まあでもね、麺はもちもちってやっぱりジャスのラーメンって感じです。いいですね。脂身と肉身と。なるほど。美味しい。いいもつ煮めちゃくちゃ美味しそうです。具材はもつ、こんにゃく、豆腐、だいぶ染みてますね。次はね、もつ煮をいきます。もつ煮昨日から食べたかったんです。結構、スープはシャバシャバな感じですけど、濃厚です。これはないですよね、お母さんね。塩担々麺950円、カレンドー380円。ドロリン、おみやさんはこちらです。やっぱり結構食べますね。うまげ、スープは濃厚そうですね。担々なので上にはひき肉、麺はラーメンと同じかな。いただきます。どこに。すげえ、これだ、これいつものやつ。うん、あ、なんかこう塩なんだけど、中華塩と担々がほんと混ざった感じで、おーおー、ラー油がいい感じですね。いいですね。ですね。これが本物のおみやさんです。すごい、いつもの光景です。笑顔は優しい感じの印象ですね。ありがとうございます。もらいました。
ミャーです。こちらはミニカレーです。食べやすい。おあのコクとまろやかさがあって、はい、あのピリ辛さっていうかその辛口系ではないのでお子さんで、あ食べられる感じ、非常に食べやすい感じですね。あやってやってやって、すごい。あ、これこれです。これですね。はい。わしゃわしゃ食べてください。私もごちそうさまでした。すいません、今日ありがとうございました。あ、いいえ、こちらこそありがとうございました。本物のお宮さん感動しました。ありがとうございます。どうもです。すごくいい方で明るい方だったんでよかったです。ありがとうございますありがとうございました。ありがとうございました。おみゃーさんはおみゃーの栃木食べ歩きというチャンネルで飲食店を回っています。栃木県内なのでぜひ見てみてください。概要欄に情報を貼っておきます。それでは振り返りです。やっぱもつ煮が美味しかった。今日は撮影ありがとうございました。本日はごちそうさまでした。